はい、みなさん、どうも、眠りさくらです。はい、ということで今日はですね、何をやっていくかと言いますと、今日はね、タイの電車と日本の電車のバリアフリーの違いについてお話ししていきたいと思います。結構ね、違う点がたくさんあって、そういえば話してないなと思ったので撮影をします。ということで早速やっていきたいと思います。それでは早速スタート。はい、ということで早速お話ししていきたいと思います。タイの電車と日本の電車の違いなんですけど、日本の電車ではホームと電車の間に隙間があるんですね。なので、その自分で前輪を上げて乗ることができない方は、こう駅員さんに頼んでスロープの板を出してもらわないといけないんですけど、でそのスロープの板を出してもらうということは、乗る時もそうですし降りる時もね、こう降りる駅の駅員さんがこう待機してスロープ板を持っていないといけないっていう感じなので、この時間の電車に乗るから、この向こうの駅にこの時間に着くから待機していてねみたいな感じで、駅員さん同士でやり取りをした上で、こうじゃあ次の電車乗れますよとか、ちょっと一本待ってくださいねとか、こうそういう感じになるんですけど、タイではまず電車とホームの隙間がなくて、でスロープ板もないです。でしかし駅員さん自体はお手伝いをしてくれる駅が結構多かったんですね。そうで、特に何なんかこの電車を一本待たなきゃいけないとかそういうのがあるわけでもなくて、常にホームに駅員さんがこういろんなところに立ってるんですけど、でその駅員さんがこう降ろしてくれたりとか、一応連絡は取ってるみたいなんですけど、特にその乗るのに待ったりとかっていうのはありませんでした。そうで、切符を買う際にその切符売り場が、車椅子の方とか障害を持ってる方は多分ね、割引が効くんですよね。その不正がないように、この障害を持ってる方々専用の窓口、切符売り場っていうのがありました。あとはね、日本の電車ではそのなんかこう車両の電車に乗って、こう電車の真ん中にポールっていうのはないじゃないですか。なんかだいたい手すりって椅子の横にあったりとかってすると思うんですけど、タイの電車は電車のど真ん中にこう手すりが、なんかポールダンスするような手すりがいっぱいついてて、そうなんだろうね、あれはたくさん乗るから捕まるためにあるのかなとか思ったりとかしたんですけど、でタイの電車には映像でも載せたんですけど、ちゃんと車椅子のこうスペースがあって、しかもなんか固定する器具とかもなんかついていて、自分で固定できるように、簡単に固定できるようになっていました。私今回利用 しなかったんですけど、なんかそういうちゃんと何バス、日本のバスみたいにこう倒れないように固定するものがついてたりとかして、それはね結構ねびっくりしました。そう、それで、地下鉄、タイには地下鉄もあって、地下鉄も乗ったんですけど、地下鉄は車椅子マークがついているホームドアっていうのがいくつかあって、そこはなんかこうホームがこう盛り上がってて、こう隙間なく乗れるような感じで、そこは必ず車椅子のスペースがあるっていう感じでした。だから地下鉄も地上の電車も隙間はないっていう、そんな感じの国でした。で思ったのが、そのどの駅も結構ホームドアがついてて、電車のドアじゃなくて電車のドアプラスホームドアがついてて、そのホームに落下しないようになってる。だから視覚障害を持たれてる方とか、そのちょっと酔っ払ってる人とかがホームに転落しないようになってるなっていうのは思って、この点も結構日本とは違うのかなって思いました。エレベーターもついてたし、エレベーターはねほぼベビーカーを使ってる方もいないので、その鍵がついていて、こう自分で自由に乗り降り
はすることができないところが多かったんですけど、健常者の方は階段やエスカレーターを利用する、それで車椅子の方は係の人に言ってこう鍵を開けてもらってエレベーターに乗るっていう形なので、そのほら日本ではさ、その若い学生さんとかその動ける方々がバーって乗ってしまって車椅子の方が乗れなくて一本待ったりとかっていうのは結構ね日常茶飯事あると思うんですけど、そうなのでそういうのがなんかタイではないなっていうふうに思いました。本当に想像以上にタイの、あの整備、タイの交通機関は整備されてるなっていうふうに印象を持ちました。あの本当にね異国の地だったんですよね、タイって私の中で。だからエレベーターもないし、なんか電車とかも全部こう前輪上げて自分たちに乗らないといけないのかなって勝手なねこうイメージがついてたんですよ。そうでも実際に行ってみるとエレベーターもあるしスロープもあるし、その電車とホームの隙間もないし、駅員さんたちめっちゃ優しいしみたいな、やっぱり行ってみないとわからないんだなっていうのをすごく感じました。そうだから勝手な自分のイメージを持ってしまうとなんかもったいないなっていう気持ちにもなりました。そうだから本当に今後ねいろいろと海外を行き来したいなと思ってるんですけど、ね次決まってるのが来年です。来年の冬にある国に行きたいと思いますので、まあその時もね、その時は結構長期滞在するのかな、そう多分そうなので、まあ国もね近づいたら発表したいと思いますので待っていていただけたらなと思います。はい、あとね今回の会場を今精査していまして、まあ、非常にねバリアフリーが整っている会場っていうのが少なくて、ね、値段面だったりっていうのでいろいろと今探しております。であともう少しであの決定しますので、はい、今月中にはあの会場の場所と会場名を発表できたらなと思いますので少々お待ちいただけたらと思います。ということで今日もこの子、はい、ということで今日は この辺で終わりたいと思います。よかったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。